ほら、なんで勝手に外に出たんだ。そう叱らないでやっておくれよ。はぐれちまったパパとママを探したかったんだよ。ねえ。うん。アンは寂しくないけど、アンがいないとパパとママが泣いちゃうから。アンに何かあったら、それこそパパとママは一生泣いちまうぞ。だから勝手に外に出ちゃダメだ。うん。ごめんなさい。おじさん、デートはどうなったの？最初は軍と結晶騎士が化け物どもに抵抗してたんだが、上からの命令が混乱してな。結局協力できないまま、それぞれ軍本部と教会に避難者を収容して籠城してるらしい。くだらない権力争いにした挙句、肝心な時にはこのざまだ。お偉いさんのやることは全く。皆さん、城の様子はご存知ありませんか？え？エメラルドの髪？もしかしてあんたがギチアか？おい、この子をクリードってやつに差し出せば助かるって話だよな。いな、そのような真似は決してさせん。やめなよ。化け物が町を襲ってるって時に人間同士で争ってどうするんだい。どうか、そいつは普通の人間じゃねえんだろ。自分が助かるために女の子を悪党に差し出すようなやつこそ人間じゃないだろ。おばさんの言う通りだ。すまない。城がどうなってるかは分からねえが、確かめる方法はあるぜ。本当か？ここから地下水道に入れる。北西に進んではしごを上がると城の地下倉庫に出られるんだ。ほら、これが地下倉庫に入るための鍵だ。助かる。あらあら、一体どうしてそんな鍵をお持ちなのかしら？宿屋の主なんてやってるといろんな客が来るもんでね、固いことは言いこなしだ。一夜さんにみっともねえこと言っちまった詫びのつもりなんだからさ。別に責めてるわけじゃないわ。このいざこざが収まったらぜひ私も一口かませてね。ありがとうございます。皆さん、どうかご無事で。オーブもシンリーも十分な勇気と機転を備えた人間だ。安心せよ。高確率で無事でいるだろう。うん。グンチャイとのお話は難しいけど、アンを励ましてくれてるんだよね。さあ行こう。マックス城へ侵入。いや、突撃だ。まったく。一人で暴走しようとするなよな、カル。貴様に言われたくはない。このバカに言われたくねえのはよくわかるがな、反省はしろよな。そうだよ、もしカルセドニーに何かあったらマリンさんだって悲しむよ。羽の兄さん、あんたもっと仲間を信用した方がいいぜ。一人で肩をつけようとするのは仲間を信用してねってことでもあるんだからな。その通りだな。すまなかった。
これでこの地下水路何回目だよ。僕たちここには縁があるな。何をグズグズしている。置いていくぞ。隊長、急いでるのは分かってるってば。そんなことでみんなを責めてもしょうがないだろ。少し頭を冷やしなよ。城は北西だな。急ごう、みんな。くんざいとってば、実はアンを気に入ってるでしょう。ああ、うんうん。なんだかんだ言って、アンのこと気にかけてるもんな。リチアもそっち系だしさ。くんちゃいとって、ひょっとしてロリー？ロ、リ？くんちゃいとって、そうだったんだ。皇帝、自分は偽物のスピリアしか持たない機械人だ。ゆえに常に孤独、つまりロンリーなのだ。ちょっとからかっただけなのに、そんな寂しい話に展開させなくてもいいじゃん。それに軍隊とはロンリーじゃないよ。僕たちがそばにいるじゃんか。ベリルの慰めを確認、感謝する。だがお前に必要以上の好意を持った場合、ロリと呼ばれる可能性大だ。なんだと？僕はもうロリ呼ばわりされる年齢じゃないぞ。で、ロリってどういう意味なんだろう。帝国城が化け物どもに怪我されるとは。その屈辱も間もなく消える。覚醒した黒い月、ガルデニアに吸い取られてな。ラブラド、貴様こうなることを知っておったのか。なぜ今まで黙っておった。眠り姫のおとぎ話が真実だと、黒い月が化け物だと、そう話したら貴様は信じたのか。あのジルコニア陛下こそが帝国の敵、我々の敵だといえば信じたのか。だから私は17年前の戦いの後、ジルコニア陛下がお隠れになったマクス帝国の世界統一に協力したのだ。決勝騎士団を組織し、今度こそ相馬の力でクリードを叩き潰すためにな。だがクロシュラ、貴様が相馬を破壊してくれたおかげで全ては終わった。散々権力に溺れた貴様が今さら救世主面でわしを責めるのか。力を求めて何が悪い。あのクリードに立ち向かうためには圧倒的な力が必要だったのだ。なのにアイオラもドナもゼ
私の思いなど結局他人には届かなかったのだ。とも実の息子であってもな。お二人ともやめてください。ここでお二人が争って何になるというのです。あの上司、カルセドニーはどうなったのですか？キングメテオライトという相馬使いと共に逃げました。その後の行方は不明です。そうですか。カルセドニーが生きているのなら思い残すことはありません。カルさえ生きていてくれれば私はもうそれで。何をおっしゃいます陛下。お気を確かに。いいのです。帝国をこのようにしてしまった最も重い責は私が。今さらだな。どこで道を間違えてしまったのか。ああ、帝国をこのようにしてしまったのは我々だ。最初は何にも負けぬただ強い国を作りたかった。それだけだったはずなのに。なんだあれは。他のゼルムたちとは違うぞ。何であろうと陛下をお守りするのみ。臆したかグロシラ。ふん、老いたとはいえ帝国への忠誠心は一時たりとも揺らいでおらぬわ。貴様と手を結ぶ時が来るとはな。行くぞ、アゲグマ。そっちこそ覚悟はいいな、白ネズミ。うカル。気をつけて、ゼロムがいる。やはり城の中にまで。パライバ様。おそらくパライバ様はご自分の部屋に避難しておられるだろう。パライバ様の資質は城の最上階だ。最上階か。行こうみんな。
自分一人ではできないことも思いがつながっていればできる。容赦しねえ。何重いことだって俺たちなら背負いきれる。何重いことだって俺たちなら背負いきれる。状況を好転させる。
力も私の前では無意邪魔するんじゃねえ。邪魔するならよ。切り裂け、切り裂け、バナナ、決める、それで終わり。
どんなに重いことだって俺たちなら背負い切れる。ここだ。ここがパライバ様のお部屋だ。なんだこれ。そこをどけ、シング。パライバ様をお救いするぞ。なんかより超怖いんですけど。あんな隊長見たことないよ。行こうみんな。